ありきたりな毎日。ありきたりな毎日。物足りない。物足りない。日常に流され満足できない。満足できない。満足できない。じっとしている。退屈している。退屈して。退屈してしまう。自分らしさを大切にしていたい。だから僕はインプレッサスポーツワゴン。日常の中に心が動く時間が生まれていく。ちょっと刺激をくれないか。WRC 直径スポーツワゴン。ニューインプレッサ。Think Feel Drive スバル。
スポーツワゴン。それはワゴンの持つユーティリティとスポーティーな走りが一つになって生まれた。フロントフェイスは航空機メーカーの DNA を受け継ぐ自由への憧れ、安全への強い意志を表現しています。大空を優雅に飛ぶ水鳥をモチーフにした伸びやかでかつグラマラスなボディライン、自由で個性的なスタイリング、走る楽しさとアクティブな生活をサポートする、楽しむほどにインプレッサスポーツワゴンがあなたのライフスタイルを物語ります。乗り込むたびに解放される心地よい空間、ドライバーが運転に集中できるスポーティーなコックピット、インストゥルメントパネルからセンターコンソール、シフトレバーまでをスムーズ&シンプルな面で構成しています。自分らしいイメージを大切に、スポーツワゴン 1.5i にはシック&スポーティーなオフブラック内装、そしてカジュアルで明るい雰囲気のベージュ内装、2色の選べるカラーをご用意。さまざまなシーンで活躍するシートバリエーション、その時のシチュエーションに合わせて自由に広がる室内空間があなたのライフスタイルをサポート。カーゴルームにもう一工夫、スペースを有効的に活用するさまざまな装備をオプションでご用意。小さな荷物を効率的に収納できるラゲッジシェルフ、荷物の固定などに便利なカーゴルームネット、アクティブな気持ちを大切にする、そんな車の使い方をインプレッサスポーツワゴンは提案します。車を意のままに操りたい、 WRC という世界最高峰のモータースポーツで鍛え上げた走りから来る安心感、信頼、快適さ、独自の個性を放ち続けるニューインプレッサスポーツワゴン。こだわりを忘れずに自分というスタイルを保ち続けるために、Think, Feel, Drive, Subaru。
WRC 直系ピュアスポーツセダン。インプレッサは走りを極めるために新たなる進化を遂げた。その進化の実証を WRC で4年連続ドライバーズチャンピオンに輝くという前人未到の記録を打ち立てた元 SWRT ワークスドライバー富牧年氏に依頼した。今回ニューインプレッサに搭載された新型の DCCD ドライバーズコントロールセンターデフは、従来からのプラネタリーギアプラス電子制御 LSD に加え、応答性に優れたトルク感応型の機械式 LSD を新たに採用した。オートモード付きの DCCD はステアリング打角センサーも加えたことにより高精度な制御を行う。これによりドライバーの感性に忠実な走りと安定性を比類ない次元へと高めた。前後トルク配分は35対65から41対59に変更。回答性と旋回中のトラクションが高次元でバランスし、より安定して速くコーナーを脱出できる。世界中のあらゆる道を知り尽くしたマキネン氏に、インプレッサの進化はどう映ったのだろう。まずはワインディングコースで、ニューインプレッサの進化を体感してもらうテストを行うことにした。コーナーの入り口では、機械式 LSD の素早い反応により、回答性能が向上し、素早いターンインが可能。コーナー途中では、ステアリング打角センサーの働きにより、目指す走行ラインと車の挙動を判断し、最適なトルク配分に調整される。コーナー出口付近では、基本トルク配分の変更と、機械式 LSD の素早い反応によって、アクセルオン時の安定性が向上している。さらに、従来型のインプレッサと乗り比べて、進化を実感してもらった。比較走行では、新型 DCCD の効果により、スムースなコーナリングが可能となり、コーナー出口の車速に差が生じる結果となった。This car is, it's also sensitive. It let it turn quite.Well, but this car, the current car rolling more from the rear. さらに滑りやすい雪上での走行テストにも参加してもらった。ニューインプレッサの新型 DCCD は、このような気象条件の中でも進化した安定性を示すポテンシャルを秘めている。この場面では、ニューインプレッサの方がアンダーステアが抑えられ、コーナーを早く抜けることができている。なかった従来型と比較しても、ニューインプレッサは、高精度な制御を行う新型 DCCD により、高い進入スピードでより速く安定して走り抜けることが可能となっている。じゃあ今日ここで新しいインプレッサを乗っていただいたんですけど、じゃあインプレッサのインプレッションを。It is quite big difference to current model. It is, I would say, it's much more stable. Especially high speed is much much better. Rear is very very stable. Previous this current model was a little bit more sliding all the time and slightly oversteering more.
It is good direction. The car is easier to drive and I think it's also faster on that very slippy condition. New Impreza WRX STI は高速域での安定性の向上を図るため、大型リアスポイラーに効果的に風を当て、リフトを抑えるルーフベーンと、床下の空気を整流してダウンフォースを高めるリアディフューザーを採用。この2つの新装備の効果を実証するために、世界一過酷な耐久レースといわれるニュルブルクリンク24時間レースに参戦したインプレッサに装備。ドライバーとして参加した SWRT のステファン・サラザン選手に感想を聞いてみた。This car is really stable and easy to control. I think every driver can control this car easily and go fast. So I think this is the biggest difference, stability, with a diffuser and a new wing.いかなる状況にも安心して意のままに車を操る。手に入れたのはスポーツカーを超える懐の深い性能。スポーツカーを超えるもの。WRC 直径ピュアスポーツセダン。ニューインプレッサ。Think Feel Drive スバル。WRC というのは世界で2つしかない世界選手権のうちの1つ、1つは F1、 もう1つが WRC。 そうするとその乗用車を使ってやる、しかも外観はいたずも変えちゃいけないという競技というのは WRC しかないんですね。でしたがって我々としてはその四輪駆動の効果が発揮できる、それから乗用車そのままでやれるというところからぜひ WRC にやる。世界最高峰のモータースポーツ WRC 世界ラリー選手権参戦を視野において1992年にデビューしたインプレッサは翌1993年の WRC 参戦以来世界の頂点に挑戦し続け、3年連続でマニファクチャラーズチャンピオンを獲得するなど数々の輝かしい実績を残してきた。走りを極めれば安全になるというスバルのフィロソフィーを体現するために、ただただ勝利を目的とするのではなく、その陰にある敗北からも多くを学んできた。あらゆる気象条件、路面状況の中、世界最高峰の舞台で磨き込まれ、より高い次元へと進化するためにインプレッサは WRC チャレンジを続けている。今年も伝統のモンテカルロラリーから始まった WRC2005 年シーズン、2003年ドライバーズチャンピオンのペター・ソルベルグがスタートしていく。インプレッサは WR カーと量産車がシンメトリカル AWD という全く同じ基本構造を持っている。そのことがWR カーで得た技術を量産車にフィードバックし、量産車の開発技術を WR カーに注ぐことを可能にしている。インプレッサをより高い次元へと導くため、 SWRT、STI、 そして富士重工業が WR カーの開発を行うコラボレーション、それが MSI、 モータースポーツイノベーションプロジェクトである。コラボレーションじゃ具体的に何があるのというとですね、非常にここは具体的には WR カーではですね、富士重工の中のデザイナーがデザインをやる。でこれはデザインっていうのはデザインだけじゃなくて、その空力とかですね、それから冷却性能を含めた形でそういう機能を持ったデザインをしていかないと、やはりモータースポーツでは性能なり成果が収められないという。2005年の車は、
まあ、2004年の車に対して、まあ、外観上も多少克服したボディを、まあ、デザインのリファインをしたという感じだと思うんですけど、非常にいい形でスタートが切れてるんじゃないかなと。 MSI によるコラボレーションで誕生したインプレッサ WRC2005 は第3戦メキシコでのデビューウィンを飾った。このプロジェクトによって量産車と WR カーの開発はより密接となる。量産車には WRC で得られたテクノロジーが体感できる形でフィードバックされ、基本性能の高い量産車をベースとすることでさらに高い次元の次期 WR カーが生まれる。この相互技術交流を可能にしているのは WR カー量産車ともにシンメトリカル AWD という共通の基本構造を持つことに他ならない。走りを極めれば安全になる。世界最高峰の舞台 WRC でチャレンジを続ける WRC 直径ピュアスポーツセダン、ニューインプレッサ。あなたも体感してみませんか。 Think Feel Drive スバル。ドイツ・アイフェル地方の丘陵地帯に1927年建設された広大なサーキット、ニュルブルクリンク。レースはもとより世界中の名だたる自動車メーカーが開発テストに訪れ、その走りを磨き続けてきた。この歴史あるコースにインプレッサは誕生と同時に姿を現した。以来10年以上にわたって理想の走りを求め、この世界最難関のコースにチャレンジし続けてきた。2002年にはチャレンジの一つの結果として、2リッターターボでは他に類を見ない1周8分6秒59というラップタイムを記録した。走りを極めれば安全になるという考え方でずっとやってきてますので、その集大成としてこだわって、走り込んできたと。で、まあ、今までもずっと来てまして、去年もここで、最終の仕上げということで、結果的にはタイムアタックで8分を切るような、まあ、そのタイムだけじゃなくて、やっぱりこうドライバーがこういかに安心して走れるかというのが目的だったんですけども、まあ、それでやってきました。だけではなく、コントロールのしやすさ、走りの安心感を求めて積み重ねられてきた努力の結晶が2004年7分台の驚異的な記録として結実する。しかしインプレッサの挑戦はこれで終わりではなかった。さらに今年もさらなる走りの進化を遂げているわけなんですけども、まあ、それ の、 集大成として、あの速度で、24時間を走り切れるかというのは非常に重要なことですので、まあ、今回はじゃあ24時間耐久レースに、チャレンジしようということに、まあ、決めたわけなんですけどね。コースの過酷さ、天候の激しさではルマン以上とも言われるニュルブルクリンク24時間レース。参加車両200台以上、18万人を超える観客を集め、33回目の開催となる2005年は5月7日から8日にかけて決勝が行われた。これは世界で最も過酷な耐久レースに挑んだスバルインプレッサの戦いの記録である。不安定な天候が回復の兆しを見せないニュルブルクリンクに、チームプロバレーシングディビジョンが持ち込んだのは、
スバルインプレッサ WRX STI スペック C プロトタイプ。量産車であるスペック C の安全装備をレギュレーションに合わせたほかは、ブレーキとサスペンション、排気系の強化など、ほぼノーマルに近い状態での参戦となった。ドライバーは清水和夫氏をはじめ、スーパー耐久でコンビを組んでいた吉田選手、女性レーシングドライバー佐藤選手、そして SWRT スバルワールドラリーチームのワークスドライバーステファン・サラザン選手という豪華な布陣となった。降り止まぬ雨の中、ピット最前列に現れたインプレッサ WRX-STI スペック C。 SWRT のサラザン選手も WR カーと比較しているのか興味津々の視線を送る。豪雨の中、先頭で飛び出していくインプレッサ。シンメトリカル AWD の実力が遺憾なく発揮されるシチュエーションである。インプレッサはよくここでずっと車を93年ぐらいからかな、車を鍛えてきたわけですけども、まあ、日本の自動車メーカーの中でも、まあ、ここで鍛えられた車っていうのは数少ないんですけど、まあ、それが10年以上にわたってずっとこう、インプレッサの場合はここを、まあ、一つの本拠地として、まあ、鍛えてきたわけで、まあ、ここで作った車がこのレースでどれだけのポテンシャルがあるのかっていうのを、まあ、自分でも試してみたいというのもありますし、まあ、車のチャレンジでもあると同時に、まあ、もちろんドライバーのチャレンジでもあるわけですけど、まあ、それがヨーロッパの一流の BM やポルシェの中に混ざってどのくらいその、まあ、インプレッサのパフォーマンスが世界に通用するのかっていうのを、まあ、一周のタイムだけではなくてね、やっぱり24時間走ってみて試してみたい、そんな気持ちがありますね。一向に回復しない天気の中迎えた決勝。詰めかけたファンにも、参加するチーム、ドライバーたちにとっても無情の雨が。スタート時刻の午後3時が近づくにつれて、次第に強さを増してきた。前日の予選でクラス上位に位置する総合34番手につけた清水選手の操るインプレッサもライバルたちと共に慎重にスタートしていく。レッドシグナルが消え、いよいよ過酷な24時間の長丁場が始まる。ただでさえスリッピーなコースであるニュルブルクリンクの路面に降る雨の洗礼を受け、レースは序盤から荒れ模様となっていく。オールドコースとグランプリコースを合わせ1周25キロにも及ぶニュルブルクリンク、フォーメーションラップと合わせて30分が経過した1周目の通過時点、天候は回復の兆しを見せる。この時アッパークラスのモンスターマシンたちが濡れた路面で宿泊する中、インプレッサはシンメトリカル AWD のアドバンテージを遺憾なく発揮、総合24番手へとジャンプアップを果たしていた。でもなんかすごいいろんな天候があって長いんでね、こっち晴れててもあっちまで雨がっていうのがね、なんか読めなくてすごいスリリングだよね。1時間半が経過。2番手ドライバーは今年から SWRT ワークスドライバーで WRC 参戦を果たしたステファン・サラザン選手である。耐久性のみならず天候との戦いの様相を呈してきた今年のニュルブルクリンク24時間レース。
このコースを走るのは今回が初めてというサラザン選手が3番手吉田選手と交代する。今回の参戦の目的の一つに新型インプレッサに採用されたルーフベーンとリアディフューザーの高速安定性への効果のテストがある。サラザン選手はどのように感じたのだろうか。It was very good. The car is incredible fast compared many cars, and we are very good. The track is very difficult because many yellow flag and sometimes it's mud on the track. But it was very good. Feeling well. 4時間が経過した時点で、ヨーロッパの並み居る強豪やアッパークラスのマシンたちに混じって、インプレッサは15番手まで浮上していた。安定しない天候の中、抜群のパフォーマンスを見せ始めたインプレッサ。4番手は唯一の女性ドライバー佐藤久美選手。コースの経験は豊富だが、さすがに緊張している様子である。こんなにね、天気が激しくぐるぐる変わるので、ドライバーも大変だし、ピットがね、もっと大変だと思いますよね。順調に走っていた吉田選手がピットイン。佐藤選手と交代し、これで全員が走行したこととなる。もうすごい怖い思いをして、今インターミデートっていう、まあ浅溝だったんですけど、結構降ってきたんで途中ね、それでニュルの洗礼を受けたって感じですね。宵闇が迫り来るニュルブルクリンク。視界が悪くなるにつれて、再びアクシデントが続発する時間帯となってきた。この時点でインプレッサは総合18番手を走行、所属するクラスの上位をキープし続けていた。順調なんで、まあ、とにかく、まあ、天候の読みとかいろいろあると難しい場面なんだけど、まあ、うまく乗り切って朝を迎えたいと思います。とりあえず予定通りの時間でのピットインだったが、思った以上に過酷な天候で部品の消耗が激しく、予定よりワンルーティーン早い段階で駆動系の交換となった。まあ、コンディション的にも私の乗ってからどんどんいい方向に雨上がってね、いい方向にもあったんだけど、すごい、ね、安心感が高くて、すごく乗りやすかったです。部品交換を完了したインプレッサは深夜の時間帯にペースを上げ、順調にラップを重ねていく。だいぶ夜になって調子良くなってきたよね。このまま行ければ、まあ大丈夫でしょう。
ほぼノーマルの仕様でここまでいけるとはなかなか思ってなかったんですけども、やっぱりあのウェット最初のウェットで結構清水さんがこう順位上げてくれたので、あのやっぱり AWD の強さっていうのがあったと思います。その後もやっぱりノーマルのいいところが出て、あのここまで来てるんだと思います。このままの調子で行ってもらいたいなと思います。ヘッドライトの明かりだけを頼りに魔物の潜むニュルブルクリンクの夜を走り抜いたインプレッサ。5月初旬だというのに、この日ニュルブルクリンクの朝は0度近くにまで冷え込んだ。夜の間にコースはだいぶ荒れているようだ。そこら中でクラッシュしてオイルもぶちまけたいから。そうだスタートから15時間を超えた頃、上位を走っていたマシンたちにさまざまなトラブルが現れ始める。順調に周回を重ねるインプレッサには不安材料は見当たらない。9分台の驚異的なペースで走行していたインプレッサは、ここで再び消耗部品であるブレーキの交換に踏み切った。キャリパーローター。佐藤選手、曇りながらも乾き始めたコースにインターミディエイトタイヤを選択。自身最後の出番を待つ。この時点で総合15番手、クラストップに躍り出ていたインプレッサ。佐藤選手がその走りを終えようとした時、突然の雹がコースに降り注ぎ始めた。この現状に清水選手は迷わずレインタイヤを選択した。しかし選択の結果は裏目に出る。太陽が顔を出しドライの状態となってしまう。いやー、フルレインでもういつブロスか分かんない感じなんだけど、見たら全然 OK だね。サラザン選手が最後のドライブに出ていく。この時点でインプレッサは総合15位、クラス2位の好位置をキープし続けていた。
本当になんかいろんな体験ができちゃったなって感じですね。初めて来たんですけど、まあ、楽しんでゴールを迎えたいと思います。世界一過酷と言われる耐久レース、ニュルブルクリンク24時間レース。コースの難しさのみならず、天候条件も劣悪だった中、初参戦で完走することの難しさを、ここニュルブルクリンクに集う人々は知っている。そして、その歓喜の瞬間が今まさにインプレッサに訪れようとしている。2005年5月8日午後3時。それはインプレッサが自分を育ててくれた聖地ニュルブルクリンクにその名を刻んだ記録として残った。それはまたインプレッサが速さだけではない。耐久性やコントロール性、安心感といったことを実証した瞬間でもあった。トータル124ラップ、総合14位、クラス2位という快挙は新たなニュルブルクリンクへの挑戦の門出を飾るにふさわしい記録であった。なんか自分の力っていうか、こうみんなの力がね、本当に一つになった瞬間、なんかチャレンジしてこう不可能はないなって感じがしてきたね。なんかすごいいろんな経験しましたね、やっぱね。やっぱまた来ないとダメですね、これはね。すごいやっぱ楽しい。なんかまずはでもね、完走できてよかったなっていうの。あとはもう本当に一生懸命やってくれたスタッフの人たちにも感謝だし、まあ、それを、まあ、やらせていただいた富士重工にも感謝っていうかね、っていう感じですね。また続けたいですね。でまた感動を、で次はまた1位をね狙いたいですね。ありがとうございました。感無量です。 I'm very happy we did a very good race. The car was very good all the time, no problem. It's incredible with this car. It was very fast and it was nearly winning the category, but second it's very good for first race here. So I'm very happy. Thank you. いやもうね、ちょっと予想外に夢のようですね。やっぱりこの車の本場のドイツのニュルブルクリンクサーキットでこれだけの感謝の前で24時間その。まあ、車はノーマルですけども、ノーマルとか改造車は関係なく、とにかくスバル車でこのドイツの車の本場で走り切ったというところがもう最高だと思います。で、まあ、これを生かしてですね、もっといい車を作るのと、またぜひ挑戦したいというふうに思ってます。ありがとうございました。いやね、本当にここに立ってですね、スタートすることがね、本当に夢だったというか、夢のような感じなんですね。しかも24時間走り切れて、みんなのね、この思いっていうか、それが一つになったんだなっていう、今そんな感じです。いやー、信じられないですね。いやー、本当に、いやー、本当のノーマルに近い仕様でここまで来れるなんて、いや本当に最高ですね。今度はもっと頑張りたいです。Think, feel, drive. Subaru.